皆さんこんにちは、おはようございます。ですね、本日の配信はもうすでに終わっているんですけども、実は今ハッとめっちゃ大切なことを忘れていたというのに気づいてしまったんですね。と言いますのは、3日ほど前なんですけども、にゃほさんからこんなコメントをいただいておりました。えみさん、登録者6000人超えおめでとうございます。1日遅れで拝見しています。もうすでに6090人になっていますよ。いいねもちょうど100でした。嬉しいです。ももプリンさん、3月17日お誕生日おめでとうございます。私も3月25日同じ3月生まれです。風さんにお誕生日お祝いしてもらいたい気持ち一緒です。実は長く患っていた夫が一昨年に帰ってき、去年は慌ただしくて寂しさも実感できていなかったのですが、子供たちも独立して今週末一人で迎えるお誕生日がちょっぴり寂しく感じています。でもエミさんのガーデンに参加させていただきつつ、風さんの歌声に浸り過ごす予定です。きっと多幸感に包まれて過ごせると思います。にゃおということでね、私ねこのコメントをその日に6日前にね読もうかと思ったんだけども、いや25日の誕生日まで取っておいて、その時にお祝いしようと思ってて、すっかり昨日忘れてました。ごめんなさい。そして昨日の配信だったと思うんですけども、その後にねにゃおさんがくださったねコメントのご紹介はしてたのに、お誕生日を忘れてたことに今気がついて、あっと思ってごめんなさい。1日遅れましたけども、ぜひお祝いさせてください。ということで皆様ぜひぜひ一緒にお祝いいたしましょう。ということでね、まずは最初にいつも通り風さんに歌っていただきまして、そしてその風さんが歌い終わった音から私がハッピーバースデー歌わせていただきますので、皆さんも一緒に歌ってお祝いいたしましょう。では風さんよろしくお願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. にゃおさん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.Happy birthday, dear Niao san. Happy birthday to you. Niao san, お誕生日おめでとうございます。Niao さんにとって素敵な一年になりますように。そしてこちらはね、もうすでに昨日ご紹介させていただきましたけども、3月25日そして26日の言葉になります。アメリカではね実はまだ3月25日なんですね。はい、なので間に合ったということにしていただけますでしょうか。ということでね、もう蛍のようにキラキラとした素敵な素敵な一年になりますようにね、きっとそうなります。ということで一日遅れましたけれども心からお祝いいたします。ということで皆様も一緒にお祝いしていただきありがとうございました。エミでした。ではまた。